台湾の人の中国、製品嫌いは相当なもの。台風の前に台湾に行ったのだけど、中国のものは買いたくない、売りたくないというのが強烈で笑った。昔、台湾のお土産は中国製が多くて、台湾が誤解されるガイド三段との心配から、政府公認の土産物屋を整備して、一切中国製品を売らないようにしたとか、台湾製品オンリー。また、日本に来た台湾人観光客の皆さんも、いちいち日本製であるかどうかを確認して買っている、そう。でも、やっぱり中国製が多くて、結果として日本で買えるお土産が少なくなっているのだとか。せっかく、日本に観光に行くのに、中国製品なんか買いたくないですよ、と、ガイドさんは、切れ気味に話してた。そのガイドさんがさらに言うには、台湾人が信用しているのは、台湾製と日本製だけです、断言。確かに、台北市内のどこのスーパーに行っても、あらゆる日本製品が売られている。化粧品は言うに及ばず、洗剤、食器、お菓子、調味料などなど。スーパーの写真をパッと見たら、多分、日本か台湾かすぐにはわからんと思う。そういう製品に対する信頼ってのは、自分や家族の健康がかかっているから、政権が変わってもすぐに変わるものではないと思う。だから、今回の判断は、台湾の人にとってみれば、至極、常識的な判断をしたまでだと思うよ。そんな台湾の皆さん、大好き。